はい、じゃあね、お薬5日分出しときますからね、それ飲んでダメだったらまた来て。あ、じゃあね、お大事にね。はあ、イーハトーブのピン芸人だよ、ね、あと風流行ってきたね。風流行ってきたな。うん、今年は早いよね、流行り始めね。うん、去年もっと遅かったもんね、流行り始め。山口ちゃんも気をつけてよ。え、昨日から風邪っぽい。あら、気をつけてよ。看護師の仕事も大変だけどさ、あ、休めるときに休んで、うん、あと栄養のあるもんいっぱい食べてさね、うん、あ、そうだ、山口ちゃんさ、帰国子女なんでしょ。うん、8歳までアメリカに住んでたんでしょ。ほら、日本だとさ、あの風邪ひいた時に首にネギ巻くみたいなのあるじゃん。アメリカでもそういうのあんの。え、びちょびちょの靴下履いて寝る。え、マジでそれ気持ち悪い。え、濡れた靴下履いて寝んの。やだわそれ。気持ち、あ、ごめんごめんごめん、そうね。はい、次の方どうぞ。あ、こんにちは、今野さんね。あー、あれ、今この先生で大丈夫かなみたいな顔したでしょ。うん、大丈夫、安心して、私失敗しないので。今日はどうしたの。あ、そう、咳と鼻水が止まらないで、ちょっと熱っぽいんだ。あー、じゃ あ流行ってる風邪かもしんないね。あ、じゃあちょっと胸の音だけ聞かせて。うん、胸の音だけね。はい、どれどれ。風なんだけどね。線の風なんだよね。うん、弾いてるっていうより鳴ってる。うん、線の風になってる。何言ってか分かんないでしょ。うん、私もこの状況初めてだからね、分かんないんだけどさ。あ、じゃあちょっと喉見るから、ちょっと口開けてもらっていい？はい、あーん。あ、閉じて閉じて、口閉じて。やっぱ線の風なんだよね。今野さんさ、ちっちゃいミュージックプレーヤーみたいなの飲んだ？飲んでないよね。山口ちゃん、今の聞こえたでしょ。え、何がですかじゃなくてさ、正文の声だよ。私のお墓の前で泣いてたでしょ。泣いてないですよって何？聞こえてないの？え、これ私にしか聞こえてないの？怖い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 。へえ。あ、河野さんごめんね、ちょっと、あの山口ちゃんにさ、胸の音だけ聞かせてもらっていい？山口ちゃん聞こえるでしょこれ。え、心音しか聞こえない。え、どれ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 。え、知らないやつだ。何これ、さっきと違うよ。違う。え、何これ、超怖いんだけど。違うやつじゃなかったよ。ごめん、今野さん大きな声出しちゃった。あれ、これ今野さんだけなのかな。あ、山口ちゃんも風邪っぽいっつってたよね。ちょっと胸の音聞かせて。
帰国子女だからか。アメリカに長いこと住んでると英語バージョンになるみたいなやつか。山口ちゃんごめん、今日もう 診療無理だわ。もう閉めて、うん、あの近藤さんと山口ちゃん今夜はびちょびちょの靴下履いて寝てね。アメリカでは聞くらしいから。私も疲れてるんだ。今日の出来事がもう夢のようだよ。眠ってるんじゃないかまだ私は。眠ってなんかもういいよ。